はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はサムネにもありました通り、ゴブリンからの挑戦状リターンズということで、公式さんのね、イベントに参加させてもらってます。で、これどんなイベントかっていうと、みんなのために用意したエメラルドが欲張りのゴブリンに盗まれてしまった。ゴブリンが動画内に隠した謎を解いて、エメラルドを取り戻そうという企画です。でね、これ私を含め12名の YouTuber が動画の中にアルファベット1文字を隠してます。で、これを探し出して、応募フォームから応募すると、なんと3000エメラルドが抽選で当たるという企画になっていて、これね12名って結構多いんでね、全部探せる人ってもしかしたらそんないないんじゃないかなと思っていて、倍率いいと思いますから、ぜひね頑張って探して応募してもらえたらというふうに思います。で、私の今回のね担当はタンホール9なので、9の動画、これを見てもらいたいというふうに思っております。ゴレホグですね。で、なんでねゴレホグかっていうと、ゴレホグは本当に基本的かつ重要なエッセンスがいっぱい詰まった攻撃です。で、タンホールね9だけじゃなくて10、11、12と先に進んでいっても、この基本的かつ重要なテクニックっていうのは持っていないと全開がねもう取れないと言っても過言ではない、そういう攻め方なので、これをね今回動画に上げさせてもらいました。で、さあ、じゃあゴレホグってどんな攻め方なのっていうと、基本はねホグライダーで防衛施設を全部こう潰していきながら全開を取ると、まあ、そういう戦術なんですけども、ホグライダーにはね天敵がいます。2つですね。1個目、これはね相手のヒーローと防衛軍。ホグライダーは防衛施設を優先攻撃するんですけども、ヒーローや防衛軍は攻撃できません。全部ね防衛室を壊しきるまでは。なので、残しておくとどんどんホグライダーがやられて全滅しちゃいます。で、2つ目、これはね天敵ではないんですが、防衛施設のダメージ結構ねホグライダーにしては痛いです。やられないためにヒーリングの呪文をこう打っていくんですけども、こんな風にね防衛施設が敷き詰められた状態でホグライダー放っちゃうと、ホグライダーがバラバラに散っちゃいますよね。で、ヒーリングにしっかり全員がかかるようなヒーリングの打ち方が難しくなります。そうするとホグが格好撃破されちゃうので、じゃあどうするか、そこで重要なのがゴーレムとウィザーと、あとヒーローパートでね、ホグの天敵である相手のヒーローと防衛軍を潰すこと、さらに今ねこのアーチャークイーンがここにいますけども、こういうとこまで防衛施設をしっかり削って、ホグライダーが束になってねもうどんどん進んでいけるような防衛施設の残し方をすること、これをホグライダーのルート作りって言いますけどね、これをやることです。つまり、この動画の中で、まあ、ゴレホグのパート、ゴレホグの中で重要なのは2つ。まずは、ゴーレム、ヒーロー、ウィザードパートで相手の防衛軍を処理しながらホグライダーのルートを作ること。で、2つ目はホグライダーをこう束になるようにどんどん出していって、そこにヒーリングをかけて延命させながら防衛軍を潰していくこと。これをね、もう一回この動画を流しながら一個一個ねしっかり重要なポイントにフォーカスして話をしていきたいというふうに思います。で、あとはね残ったホグライダーがこう全部施設を崩して、全開ということになりますね。さあ、ではもう一回見ていきましょう。まずこの攻め方で、面白い点1個目、これはアーチャーとかねこういうところ出していきますね。これは時間切れ防止です。アーチャーってねダメージは少ないんですけども、コストが低いので先にこう出すことによってね、施設を壊して時間切れを防止します。次、ウィザードを先に出してますね。ゴーレムじゃなくて。なんでかっていうと、アーチャー島のねダメージがウィザードにここ入んないんですよ。だったらゴーレムを後出しすることによってゴーレムの延命が図れますよね。これが2つ目、うまくて面白い技術ですね。で、3つ目、サイドカットです。これすごい重要。今こう、ここからここまで広くサイドカットしてますよね。で、ここに今ウォールブレーカーをねトントンと間を分けてね小爆弾で一気にやられないように出してます。で、そこに穴を開いたところにゴーレムがこう先行しながら後ろからヒーローが続いていってるんですが、まずこれねサイドカットが甘いとヒーローがみんなこういう方にこう流れちゃいますんでね、そうするともうこの攻め方完全に崩壊しますから、サイドカットは本当に重要です。で、今ねゴーレムが先行していますね。で、そこに相手の防衛軍とかがターゲットを取って、でポイズンをかけながらアーチャークイーンが処理をすると、まあ、バーバリアンキングはちょっとね先行してやられちゃいましたが、でもアーチャークイーンがねしっかりゴーレムの後ろについてこう施設を殴ってますよね。この格好非常に重要です。逆になっちゃうと盾役のゴーレムが最後生き残るなんていうことになりますので、こうならないようにね今穴を開けたここ
穴を開けたここの近くにゴーレムをあらかじめ出しておいて、まずゴーレムが先行するようなね格好を作っておく。これが最初のゴーレムウィザード、ヒーローパートを成功させる非常に重要なポイントです。あとは残ったねもうルート上に残った、防衛施設をホグライダーがこうねヒーリングの呪文の中にしっかり全員こう収まるような格好で突き進んでいって、最後ねこの区画も、大量のホグライダーが、ヒーリングの呪文の中に入って防衛施設を壊しながら全開まで持っていくということができますね。でね、この攻め方、相手のヒーロー今レベル30でしたよね、に対してシャンブさんのヒーローっていうのはこちらのヒーローはレベル20程度、こういうねヒーローレベルの差があって、相手の施設がもう全部フルカウントであってもね、しっかりプランを練って攻めれば全然全開が取れますから、今回のねこのゴレホグ参考にしてもらいながら、どんどんね全開を取ってクラクラ楽しんでもらえたらというふうに思いますし、まあ、今回ホグライダーでしたけども、これをね、ホグライダーのところを、ラバーハウンドとバルーンに変えれば、いわゆるハイブリッドっていうね陸と空の、相乗戦術になってきますので、結構ね、応用がいろいろ効きますから、まずはね、ゴレホグっていう攻め方を慣れてもらえるとね、これからタウンホール9、10、11、12とどんどんね、先に進むにつれて奥が深く楽しくなっていくクラクラの世界がもっと楽しくなるというふうに思いますんで、一緒にねこれからもこのゲーム楽しんでいけたらというふうに思います。さてというところでね、私の動画の中に隠されたアルファベットは見つかったでしょうか。ぜひね他の YouTuber の動画も見て応募してもらえたらというふうに思います。さあでは本日はこの辺りで失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼します。バイバイ。